Hello everyone and welcome back for another episode of Yakuza Like a Dragon here. Today I am Strictly Gaming. Thanks very much for clicking on my video here, and I'm hoping you guys are enjoying the series so far. Please smash that like button and comment down below. Love to hear your feedback on the series, and you know, all comments are welcome, guys. As well as if anyone who has dropped by here for the first time, if you haven't, please consider hit that subscribe button now. Help me reach that subscriber goal of 300. Let's try to get this done by the end of this month, guys. And I really want to finish this series off. And I will be playing more Japanese gaming. And I will be giving you guys a bit of a hint on what I will be playing. And might give you guys a couple of suggestions you guys want to give me. But let's just hit that subscriber goal, guys. But without keep you guys waiting any further, let's get going, guys. I am eager to find out what happens next in this series. お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。ん？ What happened？ あ。あ。Oh no, guys.He's been hung. 店長。I was not expecting that. What a way to start this episode. Okay, guys, chapter 5, the Looming Man.Oh man, I still can't believe what happened just then. Did someone hang him, or has to be, right? He didn't kill himself. Oh no, he did. Did hang himself.葬式だってのに、どいつもこいつも金の話ばかりだな。Man, I still can't believe it, guys. みんな喉から手が出るほど、そう。It is what it is. 営業権なんて、役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今、風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG。で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり、新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは、ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくと思ってきた。何で自殺なんかしたんだ。何で自殺なんかしたんだ。Last time I remember, they didn't have very much money, these guys. でも、ナノハさんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし、繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。ナノハさんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。っていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシー。A bit of a pervert here we've got here, Namba. 店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。ナノハさん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、
あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。ナノハさん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。Oh, we got a bit of a smoker, hey? 違うって何が? Personally, I don't like that stuff, but personal choice for them. Oh, her name is Seiko. ちょっと待ってくれ。どういうことなんだ。私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた?おじいちゃん。おじいちゃん。まだわかんない。じゃあ、そこのメガネは、わかった?メガネって…いや、全然わかんねえ。つまり、ストレートに考えるや。双子だろ?そう、twins。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、ナノハは妹なの。For a second, I thought, was it her or not? また姉のサエコか。じゃあ、あんたもその風俗嬢なのか。風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか。あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか。最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった。Interesting. So it's not that the sisters don't really know about each other's too much. うん。でもある日、妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ、店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だからナノハには、会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でもナノハが、ソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に、君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われて、ずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ。心配はねえよ。そっか。お父さんもあの子もずいぶん世話になった。 Man, this is just getting more complicated now, huh? All these new characters, people dying. What's going on, man? What's happening? 足立さん、それと南波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。分かってる。本当に感謝してるって。ありがとう。あんた、その後ナノハさんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあ、ちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな。電話か何かで。うん。だとするとそれ、時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか。そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。
なんだって。その上で言ってるの、あの人が自殺だったわけがないってね。 Okay, so she reckons that he didn't suicide. Someone else committed that murder on him. はあ？乙姫ランドのボーイさんが？そうなんだ。妹さんが親父さんを預けてた施設、清流貝絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すかなんとかで。ちょっと何なのそれ。大体ナノハがソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの？ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上、もうサッちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと？でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの？大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずのナノハのために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち？そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だ、あんたら。おお、ちょっと待て。お、there we go. Someone's just barged in. 店長？ロマ、ロマ、他在这里。ロマ。Okay, guys. I think that was Chinese. Guys, I think that was the Chinese mafia from based on the last sentence just then. それが店長との最後のやり取りか。そう。最後、ドタバタしてたってのはなんだ。わからないけど、多分中国語。Hey, I was right. だから自殺とは思えないと。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら、急に引き上げていったの。サエコさんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ、どういう意味だ？So someone's name, ラオマ？いや、よくわかった。マジで？ラオマってのは、ハンピン流マンの幹部の愛称だ。Ah, okay. Nickname of one of the Yakuza's Chinese mafias. 偉人さんの？実際の名前は、 This is a real turn of event here with so many objectives to do right now. ハンピン流マンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流会の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマを知らねえ奴はいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。 Damn, they put a whole entire organization there. 奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。
もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、真淵に自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上真淵が相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、その真淵が怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。Jeez, look at all that money, guys. 珍しいわね。あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備して。How much is that there? 俺らのことを信じて。野々宮との電話、詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に、野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。 I don't know, I just feel the Japanese voice acting has got that something a little bit special. You can really feel the emotions. 自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆っていうんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの。そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だからだから俺らに会いに来たんだよな。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言って。 Alright, let's do it. Looks like we might get another team member. Will she join us?さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。
よろしくね。Yeah, let's go get that bastard. Beautiful. So now we've got Seiko Mukoda join the party. Well, we'll get to see her new outfit as well. Nah. Alright, so we gotta know where Mabuchi's hideout is. The Lumang are still mafia, so just like the Yakuza, they're not gonna just plaster their names on the office. On top of that, Mabuchi's a cautious bastard. Word is he doesn't even take meetings. Great, so we have no idea where he is. Alright, so Restaurant Row. So it's in Chinatown. Okay, that sounds pretty obvious. Alright. Alright, so we might as well grab a meal here. So this place is pretty much no point now to come back here. Alright, so that's our next objective. Before we do, let's just quickly... I just want to check out our new team members' gear and party. So Seiko Mukoda, so she's got a handbag as her weapon. Alright, now let's see. We could put Suti work clothes or work clothes. Which one's better? Alright, let's put this one. Any boots? Yes, we've got a few. Yep, let's put that on her. And do we have any accessories? No, we don't. Alright. So, let's see. She's a barmaid. That's her job. Cool. And she's level 14 as well. Let's see what skills does she have. Damage the enemy with a handbag, which leaves them stunned. Boxer-sized blow. Damage the enemy with a punching technique. Learn from boxer-sized class. We got Boundless Chi, which is boosted allies' attack, which is great. Seiko raises her attack by applying a rather aggressive perfume. It does the enemy with a calculate pose that may lower their attack. So that's got Sly Pose. Alright, we could put some shortcuts, but I'm not going to do that for now. So Seiko's inherent boldness make her much more resist to fear, charm, and silence than most. She's also particularly good at holding her liquor and is therefore less likely to get drunk. Fair enough. Alright, let's just open our map. So we're not too far. Alright, let's just try out Seiko's new abilities. I just want to check her out. Look at this guy. This guy's got a shield board guy. Alright, nice. So she's actually first. You know what? Let's just... Oh no, there's a few of them. Okay, she's not too bad. It's not the strongest attack, but, you know. Alright, let's see. Alright. Damn, I didn't do enough damage there. Alright, let's take out this guy. Nice. Alright, you know what, I don't want to use all the MP, but I'm just curious what this one looks like. Let's try this ability. Whoa! Alright, looks flashy, but she's not the strongest. Alright, nice, so we've got a bit of experience, bond as well. Alright, so I hope you like that, guys. Let's just continue on a little bit more. Alright, so be careful, don't get run over by cars, because you can get damage as well. Oh, where is it? Huh, what the?
Hand over your wallet. What is this? Seeing this shit makes me sick. That's right, Kasuga. Let's clean this place up. Hey, don't you punks have anything better to do with your lives? Hey, what if we said we don't? What? You're with the part-time hero.com. Oh, there's always something new in this game. What's going on? I don't think so, buddy. I think you're going to be going down. Alright, street thugs. Alright, so... You know what? Boosted allies attack. You know, let's do that. That's so cute. Alright, let's do pigeon raid, guys. So these guys are a little bit stronger than me, they're level 15, so we don't want to underestimate anybody. Oh wow, Kasuga's attack does increase a lot more. We weren't lying. Alright, let's see if she can finish them off. Bad, not bad. Nice work. Good teamwork, guys. Let's get going. Alright, she's even leveled up with her job. That increases her overall stats. Which we do need that because she's not technically the strongest. But she's good at definitely increasing our attack and all that. さすがバイトヒーロー.com さん。 Does this remind me of this show? I don't know if any of you guys have heard. It's called Mask Rider. So it's Mask Rider was, for those of you who don't know, Mask Rider is someone who is kind of like a superhero but has a fly mask. I know that's not the best description, but he wears like a black attire. He was actually pretty cool. Oh, is that meant to be that Gundam, which is the robotic? Whoa! Alright, let's see. Seiko raises attack by applying a rather aggressive perfume. Alright, let's try this. Hey, cool, we've got his attack down. What the? He's actually pretty strong. Pigeon raid! Alright, he's got a really high defense, guys. Whoa! Try this one. Yeah, smash that square button, guys. There we go. Whoa, whoa, whoa. Alright, let's just check what this one looks like. Ooh. Alright, so her attack goes up. Nice work there, Namba. Whoa! What the? Yeah, nice work, team. Alright, so Seiko goes up again. だからチンピラじゃねえって。そうです。この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた。どういうことですか? あ。
先ほどは勘違いしてしまい、すみませんでしたね。Only things like that you can only see in Japan, I guess. Especially in a video game like this. お茶でも飲んでいってください。This is why they love the Yakuza series because of these silly things. なんなんだよ、あんた。申し遅れました。私、ヒロー。His name is Hiro.株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだ。バイトヒーロー .com は。アプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す？困っている人から依頼を受けたらこちらでアルバイト登録しているスタッフ通称、oh, sorry guys, if the Wi-Fi network connection message popped up I've got some Wi-Fi problems at the moment I'm gonna get that rectified soon 簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも受け負っているということなんです。悪党撃退サービス。Okay, I kind of like his idea, Hiro's idea. He, you know, having heroes around, cleaning up the streets a bit, finding off thugs. 撃退してあげるというものです。偉人町は異常に治安の悪いどん底の街ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが。This is doing a good thing, good deed. I like that. なるほどな。だからさっきのやつは。助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだよ。じゃ、俺は行くぜ。ああ、ちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして。Oh, now he wants us to be a part-time hero. バイトヒーロー。俺もここで人助けしろってことが。Man, that's the beauty about this type of game. It has so much side quests as well to play. 非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側。バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて。現状、依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町。一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも、私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし。Oh, well, extra cash is always good in the game. いかがでしょう。 Because we do need to get some new arms and weapons.お願いできませんでしょうか。Yeah, let's do it. わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。Alright, so what is this? So, complete part-time hero quests will net new rewards such as money and items. Quests will automatically be received depending on the state of your progress. These can be checked under part-time hero quests in pause menu. Support quests include delivery quests in which you will be tasked for delivering specific items, while rescuing quests include takedown quests. Okay.
Upon pulling these, report back to the rep at locations to convenience stores to mark the quest as complete. However, urgent takedown delivery quests do not need to be reported to the reps. Simply talk to the person you helped and mark the quest as completed. Alright, so there's a more side quest for us. You get also member points. Collecting these points improve Kasuga's membership rank, grant him access to special weapons and more rewarding quests. Ooh. Okay. Okay, when they are completed, your personnel will improve in accordance with each entry. Rewards for challenging quests complete before meeting Hero will be automatically added. それでは、町の平和を頼みますよ。ね。Got a lot of cats there, I can see as well. 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。Alright. Alright, look at that. All that increase in passion, style, confidence, intellect, kindness. That's what I'd like to see. Anyways. Guys, this is where I'm going to be leaving it off here today, and I hope you liked that episode. If you did, smash that like button now and leave a comment down below. I want to like to hear more about what you guys think of this series and what you think about my channel. And don't forget to subscribe, guys, so you will be notified on all my next episode on this series. But for now, I want to say thank you very much, and I'll see you all on the next mission. Take care.